最近のトップニュースはロシアのウクライナ侵攻で、連日この話題がテレビで取り上げられており、避難民を受け入れている日本としては無関係ではないし、北方領土問題もあるから、ロシアの牙がこちらに向かってくるという最悪の事態にも備えておく必要があるという意見も散見されるみたいだね。余談だが、ウクライナからの避難民は大した議論もなく受け入れを決定した政府だが、同じ避難民である他の国の人々ベトナム、ミャンマー、イラン、イラク、クルドなどの受け入れはどうなっているんだろうな。こういう言い方は良くないが、白色人種だから優先して受け入れたというわけではないと信じたいところだぜ。新型コロナウイルスの世界的蔓延も非常に不安視されるところだけど、ウクライナ戦争は一体いつになったら収束するんだろうね。21世紀の現在、ああいった蛮行が起きていることに愕然とするよな。そうだね。さて今回は尖閣諸島に巨大建造物を建設し、実効支配を強めている中国について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、世界の目がロシアとウクライナに向けられている隙を狙ってというか、陰でいろいろと動いているのが、お隣の軍事大国中国だよね。日本とは様々な因縁のある尖閣諸島だが、今回はここに日本が建造物を作るのか?という部分なんだが、尖閣諸島に日本が建物を作ると言い出したのは、自民党の高市早苗議員だったな。今やタカ派として名高い高市早苗だが、今から30年ほど前の平成初期いわゆるバブル時代には若い女性論客派に気抜きせぬ自立した女の一人として、同世代の女性からの支持も多かった人物と記憶しているぜ。男女雇用均等法が施行されたことで、性別に関わらず平等と思われるに働けるようになった時代が来たということで、単なるコピー取り要員、お茶組要員と見られていた OL の中にも総合職という管理職を目指せる職位ができたんだ。女性の新しい時代が到来したと当時の女性たちはキラキラとした瞳で働いていたはずだよ。こういった時代に、高市早苗は知性派コメンテーターとしてたくさんのテレビに出演し、キャリア女性の代表と見られていたんだ。ちなみに当時の皇太子だった金城天皇の置き先候補として必ず名前が挙がった小和田雅子さんも外務省職員として世界中を飛び回っていて、さて高市議員は松下政経塾に入って、松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われ、その後政治家を目指し、無所属で立候補したものの落選に懲りたのか、自民党入りして当選したよ。松下政経塾出身者には政治家が多く、彼女の他にも、同じ自民党の小野寺移転、河合克行がいて、また野田佳彦、原口和弘、前原誠二などの野党や無所属議員も松下幸之助氏の精神に学んできたようだね。松下幸之助氏といったら水道理論で全ての人々が電気を使えるようにと様々な発明をしたことでも有名です。いわば、大多数の国民側に立った人だったのに、その教えを受けた人が与党に入ったということを怒った人も多かったようだぜ。政治家になる目的のため、ショートカットで自民党入りした高市早苗の講演が行われたのが2022年3月9日だったね。尖閣諸島は言うまでもなく日本の領土だけど、そう思っていないのが中国であり、勝手に領有権を主張し、公船を日本領海や接続水域へ侵入させていることは嫌というほど報じられているんだ。その中国に対してこの島々は日本の領土であること、施政権が日本にあることを示すために対抗すべきと主張したってわけ。そして、尖閣諸島が日本領とはっきりさせるためには何らかの工作物を設置する必要があるとも発言したみたい。南西に位置する尖閣諸島と対比させるため、彼女が持ち出したのは北つまり北方領土だったよ。1945年昭和20年太平洋戦争終戦時に、当時のソ連が日本のポツダム宣言受理後つまり終戦後に侵攻して占領したため、奪われた形になった北方領土だぜ。そういえば1945年8月9日、つまり終戦前だが、日本との中立条約を一方的に破棄して当時の満州へ侵攻したのも当時のソビエトで、その知らせを聞いた関東軍のお偉方は家族と財産を手にいち早く脱出したが、
何も知らされていてなかった一般庶民は悲惨な逃亡を余儀なくされ、多くの新たな犠牲者を生んだこと、中国残留孤児が生み出されたことも絶対に忘れてはならない史実だよな。こういった歴史があるため、日本は日ソ漁業交渉などとセットで北方領土問題を交渉のテーブルに乗せ、話し合ってきたんだけど、解決後に平和条約の締結という段取りは多くの時代を経てソ連崩壊後もずっと継続中だったんだ。北方領土については、旧島民のビザなし渡航が可能になり、旧島民との交流も盛んになったことで、ついに返還に向けた雪解けか?と日本国内の期待が高まった時期もあったんだけど、ここ数年は新型コロナのせいで、交流も行えず、そしてロシアのウクライナ侵攻によって、ますます交流事業は先細りしつつあるんだよね。北方領土返還交渉を振り返ってみると一番忘れがたい出来事は1973年昭和48年だったと思われ、当時の田中角栄首相がモスクワに乗り込み、文字通りの命がけでブレジネフ書記長との会談文書に北方領土の4文字を盛り込んだわけで、ソ連は日ソ間に領土問題は存在しないとずっと突っぱねてきたから、これはソ連に対して大きな一歩を踏み出したことになったぜ。それ以降、歴代の首相はロシアに代わってからも北方領土問題を取り上げてきたんだが、北方領土問題をロシアとの文書から削除したのはプーチン大統領と親しいと自慢していた安倍元首相であり、個人の付き合いと国家の付き合いを一緒くたにしたのかと思ったものだぜ。高市早苗は安倍元首相とも距離が近く、後継者と自認しているようにも見受けられたが、この点についてどういった説明を受けたのか気になるところだな。国防国防とお題目を唱える人間がこの問題をスルーしたとは考えられないよね。尖閣諸島への中国の行動に腹を立てた当時の石原慎太郎の発案で尖閣諸島国有化という話が飛び出し、全国から賛同する寄付金が集まり、尖閣諸島は2012年平成24年に日本が国有化したことになったんだ。とはいえ、中国は手を引こうとはせず、肝心の島に日本人はいないわけだし、日本のものは何もないからという理由もあるみたい。だからこそ、自民党の中にはヘリポートや灯台などを建設し、施政権を主張すべきという意見があるわけで、高市議員の発言はその意見を支持しているんだろうね。また、高市議員は非核三原則にも触れ有事の想定を日本とアメリカとの間で共有しておく必要があるとも指摘しているぜ。とはいえ、現在の自衛隊とアメリカ軍艦のニュークリアシェアリング核兵器共有、アメリカ軍の兵器を共有化することは、自衛隊法では想定されておらず、つまり現状のままでは難しいという認識で、自衛隊法改正など法整備が必要であるという意見であり、簡単に言えば、アメリカの兵器を自衛隊が使えるように自衛隊法を改正すべきということだな。こういった発言に対するネット上の反応は賛同の声が多かったらしく、平成初期のバブル期日本は政治は三流、経済は一流と言われていたんだけど、ここ最近は経済も国民生活も先進諸国の中でも最下位に落ち込んでおり、責任の所在は明らかだけど、目をそらすために強い日本復活を唱える人間も多いのではないかと感じているよ。日本が頼るアメリカだけど、尖閣諸島の領有権について判断する立場にはないため、領有権の対立は関係当事者間での平和的解決を期待するという、中立的な立場を公にしていて、その一方で、尖閣諸島は1972年昭和47年の沖縄返還以来日本の施政下にあるから日米安保条約第5条の適用対象になるという見解も示しているね。要するに、アメリカはどちらにもいい顔をして現地を取られないようにしている。つまりダブルスタンダードと思われるんだが、別の言い方をすればしたたかで老練な政治手法とも取れるよな。正直な感想だが、日本のように馬鹿正直で唯一の道しか選択肢を狭めていては、現在のように複雑に絡み合った国際社会では立場が悪くなる一方ではないかと思うぜ。ロシアのウクライナ侵攻を見て日本も核を持つべきだ。核を持たない国は核保有の専制主義国家に対抗する手段がないという意見が多くなってきたようで、現在のアメリカは一昔前の絶対的兄弟国ではなく、同盟国どころか、
自国を守るだけで精一杯ではないかと感じられるよ。こんな状態では、万が一中国が尖閣諸島を奪ったとしても、動いてくれない可能性があることも日本は想定しておく必要があるだろうね。仮にアメリカとのニュークリアシェアリングが実現しても、アメリカが有事の際に日本を助けてくれるかどうか、疑問は残るわけで、この危惧は現大統領のバイデン氏に限らず、アメリカ第一主義だったトランプ氏だろうが、ロン安と中曽根総理と呼び合ったレーガン大統領だったとしても変わりはないだろうな。自国自国民を守るのが政治家の第一義だから、同盟国を守るために自国民の血を流すことを了承するとは思えないぜ。日本は思いやりという名前で巨額予算を在日アメリカ軍に注ぎ込む一方、在日アメリカ軍の凶悪犯罪を見逃さざるを得ない立場であり、この日本をアメリカは見捨てるだろうと判断せざるを得ないんだよね。だからこそ、敗戦後にアメリカに押し付けられた憲法を改正改悪して、核武装すべきというのが高市早苗の意見であり、賛成意見も多いってわけだ。そんなにアメリカだけに頼っていて良いものかと感じるし、世界の多くの国と全方位外交を行い、セーフティネットはなるべく多く作っておく必要もあるのではないかと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。防衛装備庁では2023年8月から、将来の電子戦において有効とされているスタンドオフ電子戦機の開発に着手しているよ。スタンドオフ電子戦機とは、スタンドオフレンジ妨害対象の脅威の対処可能圏外から強力な電波を発信することによって、敵のあらゆる電波を妨害し、レーダー施設などを無力化することによって自衛隊の航空作戦の遂行を支援する航空機のことで、現在の航空自衛隊においては、電子戦訓練用として中型輸送機 EC-1 や、ターボプロップの YS-11EA といった輸送機をベースにした電子戦機を保有し運用しているぜ。今回はそんなスタンドオフ電子戦機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、これらの電子戦機の機体には突き出したコブのようなアンテナフェアリングが複数装着されていて、EC-1 の場合は機首にも装着されているため、カモノハシのくちばしのような異様な外観が特徴となっているね。現時点ではこれらの訓練用電子戦機は埼玉県にある入間基地を拠点として運用されているんだけど、その任務の性格上秘匿性が極めて高く、装備や任務については一切公表されていないんだ。そもそも電子戦機エレクトロニックウォーフェアエアクラフトとは、電子戦を重視して設計装備された航空機のことを指し、その開発には高度な電子情報技術の集積が必要となるため先進国の一部しか保有していないぜ。それらの国の中でもアメリカがその開発と配備において頭が飛び抜けて充実しているのであるが、その理由として考えられるのは、軍事用電子機器の大半が、アメリカ製であることが挙げられていて、自国の軍事的優位を維持するためとされているってわけだ。現在の電子戦は、電子攻撃 EAACM、電子防護 EPECCM、電子戦支援 ESESM の3領域に分けられているが、これらの3領域のうち、電子防護についてはレーダー基地などにおけるソフトウェア的な対策が主となっているよ。そのため、ハードウェアとしての電子戦機は電子攻撃ないし電子戦支援を目的として装備されることが多く、電子攻撃を重視する機体については、電子対抗手段 ECM を主とする電子妨害機と、対電波放射源兵器 ARW を主とする SEAD サプレッションオブエネミーエアーデフェンス的防空網制圧機が存在するんだ。その一方で、電子戦支援を重視する機体については電子偵察機と通称されるが、作戦指揮官のための電子戦支援だけでなく、情報活動の分野に属する SIGINT、シグナルズインテリジェンス通信電磁波信号など、主として傍受を利用した情報活動にも用いられているぜ。その他、味方のレーダーへ意図的に妨害をかけて訓練時の電子戦環境を演出する電子戦訓練機も存在していて、自衛隊が運用しているのはこれらの機体と見られているな。また、電子戦機の大半は航空自衛隊と同様に輸送機などの大型機を改造したものがほとんどであるが、
戦闘機の行動に随伴できる電子戦機エスコートジャマーもあって、アメリカでは F-16 ファイティングファルコンをベースとした F-16CJ や FA-18 スーパーホーネットをベースに開発された EA-18G グラウラーなどを保有しているほか、ロシアもスホイ 24MP、スホイ 30MK、スホイ 34 などを保有しているらしい。2022年2月24日から始まったロシアによるウクライナ侵略戦争においても対ドローン対策などにおいて電子戦の重要性が伝わっている中、近年においては電子戦が重視されていることから専任の電子戦機以外の航空機にも、必要最小限の電子戦用機器が搭載されていることが多いんだ。特に敵の弾道ミサイル発射などを早期に察知する早期警戒管制機 AWACS などは、強力な電子戦能力を備えているとされ、その他にも対戦哨戒機なども電子戦支援が重要視されているね。それ以外の戦闘機などにも、自衛用の ES 装備であるレーダー警報受信機 RWR は概ね搭載されており、ミサイル攻撃から自衛するための ECM 装備である電波妨害装置などにおいても、内蔵型や外装型など様々な機種が開発されて運用されているぜ。今回防衛省が計画しているのは航空自衛隊で現有している C2 輸送機をベースとした電子戦機で、そのための開発費として2023年度予算において83億円が計上されたよ。そのイメージ図が公表されているんだけど、それを見ると機種に大きなアンテナフェアリングが取り付けられていて、EC-1 と同じようなカモノハシのくちばしを持つ航空機で、この C2 輸送機改良型の電子戦機に搭載される各種装置は、すでに2020年から開発が始まっていて、今後はそれらの実装試験が進むものと見られているね。防衛省ではこの C2 輸送機改良型のスタンドオフ電子戦機を4機調達する予定で、岐阜県各務原市にある航空自衛隊岐阜基地に配備するとしていて、同基地にこれら4機を運用するための専門飛行隊を編成するものと見られているんだ。スタンドオフ電子戦機の母体となる C2 輸送機は、防衛省技術研究本部現在の防衛装備庁と川崎重工業が、それまでの C1 輸送機の後継機種として開発を進めた機体で、2016年6月から運用が開始されていて、現在まで24機他に試作機2機が配備され22機の製造が予定されているよ。その初舷は乗員3名操縦士2名ロードマスター空中輸送員1名で、その他に補助席に2から5名と貨物室210名を搭乗させることができるぜ。全長 43.9 メートル全高 14.2 メートル横幅 44.4 メートル横面積240で、貨物室の大きさは縦 15.65 メートル×幅 4 メートル×高さ 4 メートルランプ長 5.5 メートルとされ、主翼は機体上部に装着された航翼機だな。空挙重量69トン有効搭載量32トン 2.5G、36トン 2.25G 基本離陸重量120トン最大離陸重量141トンの搭載能力があり、GE アビエーション CF680C2 KHF ターボファンエンジン2機によって、最大速度マッハ 0.82 巡航速度マッハ 0.81 航続距離 9800km 積載0トン、7600km 20トン、5700km 30トン、5300km 32トン、4500km 36トン実用上昇限度13100m、着陸滑走距離2300m 最大離陸重量時最短離陸滑走距離 500m の性能を持っているらしい。すでに入間基地に配備されている C2 輸送機の試作2号機を改造した電波情報収集型 RC2 については、現在運用されている4機の IS-11EB 電子測定 ELINT 機の後継機種として開発が進められているもので、これらには防衛装備庁が開発している将来電子測定機搭載システム ALRX が採用されることになるってわけだ。スタンドオフ電子戦機については、事業として達成すべき次の3つの目標、データリンク妨害技術の確立、マルチ電子戦プラットフォーム技術の確立開発コストの低減が挙げられているよ。これまでに先行させていた技術研究関連事業として戦術データリンク妨害用送受信技術の研究、戦闘機搭載型電子妨害装置、JAL95ECM 装置、磁気機上電波測定装置などがあり、
これらの成果が活用されるものと見られているね。これら電子戦機については、国際的に見ても一般に極めて取得度の高い装備品であり、防衛省が目指している性能を満たすことができる海外の先端的同等装備品が導入できるかどうかについては極めて困難であるとされており、それと同時に電磁波領域は近年の戦闘において、戦略戦術面で重要視されていることもあり、防衛省では自前による開発を実施することが決定されたみたい。ただ、3つの目標のうちの開発コストの低減については、その対策として2014年にこれまでの武器輸出三原則から防衛装備移転三原則へ移行したことによって諸外国への売り込みが図られていて、川崎重工業では2016年に C2 の輸出を目指すプロジェクトとして営業や設計に精通するエンジニアら約20人で構成される大型機輸出プロジェクトチームを立ち上げて、諸外国政府の需要調査を進めており、アラブ首長国連邦 UAE や西側諸国ではニュージーランドなど、複数の国が関心を示しているものの、その価格の高さから輸出は難しいというぜ。政府は UAE を重要な輸出国とみて、同国空軍の要人を招いて試乗させるなどのほか、その UAE は2023年1月、韓国に対して総額300億ドル日本円で約4兆5000億円にも及ぶ投資を行うと発表し、その中に韓国の次世代輸送機 MCX 開発計画が含まれていることが明らかになっているな。このことで UAE が調達コストの高い C2 輸送機の導入を諦め、韓国と MCX を共同開発することでコストを下げようとしているのではないかとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。近年、台湾を支配する野望を抱く中国は、南シナ海を一方的に自国の領海として、海域に浮かぶ島嶼を埋め立てて軍事基地を造成するなど、南シナ海に隣接する東南アジア諸国との間における圧力が強まっているよね。また、台湾の北に広がる東シナ海においても同様に、南西諸島の北にある尖閣諸島の領有権を主張を強め、海警局の艦艇を尖閣諸島の領海やソレイの接続水域への侵入を繰り返し、沖縄やグアムに基地を置くアメリカを牽制する意味合いから、空母を含む強力な艦隊を南西諸島付近の公海を通過させて西太平洋に進出させるなど、尖閣諸島のみならず沖縄本島を含む南西諸島の領有まで視野に入れているかのように活発な動きを見せているぜ。さて今回は、海洋進出を強める中国の脅威に対し、防衛強化を進行している南西諸島について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国は近年、対アメリカを念頭に置いた場合の自国の安全保障の概念として、第一列島線及び、第二列島線という概念を打ち出しており、特に第一列島線は九州を起点に、沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島に至るラインを指していて、中国の絶対的防衛線としてその西側中国本土側へのアメリカ軍の侵入を阻止するものとしているよね。この第一列島線に日本列島の一部が含まれていたことから、中国がこの概念を明らかにした際、日本と中国が友好関係にあると信じきっていた一部の日本国民が大騒ぎしたんだけど、この第一、第二列島線とは、そもそもアメリカが中国を封じ込めるための政策上設定された戦略ラインでもあり、それを中国が逆に踏襲したに過ぎないんだ。そして、第二列島線は伊豆諸島を起点に、小笠原諸島、グアム、サイパン、パプアニューギニアに至るラインとされ、一昔前の中国の海洋調査船は第一列島線付近までに止まっていたものが、近年では第二列島線付近でも調査を行っていて、このような海洋調査は他国の排他的経済水域内では行えない取り決めになっていることから、中国は第二列島線付近にある沖ノ鳥島について単なる岩礁であり日本の領土ではないとの主張を展開し始めて問題となっているな。この第二列島線は、台湾有事の際に、中国海軍がアメリカ海軍の増援を阻止妨害する海域と推定されていて、
中国海軍はこれまでは沿岸海軍であったものが、曲がりなりにも正規空母3隻を保有することになってからは、日本や台湾を含む諸外国諸政権の実効支配下にある第一列島線を突破して、第二列島線まで進出することを念頭に置くようになり、ここ数年は空母を含む艦隊を大西洋にまで進出させて演習を実施するなどして、海洋海軍として変貌を遂げようとしているとみられ、その動向に対して国際社会が注目しているぜ。このように中国海軍においては、アメリカとの間で軍事衝突が発生した際にはアメリカ軍の、インド太平洋地域の一大拠点であるグアム基地に対して先制攻撃を仕掛ける可能性が高まりを見せていて、その際には日本の西南諸島を制圧して沖縄本島の米軍基地を破壊した上で航行の安全と補給拠点として、活用する思惑があるとみられていて、自衛隊では西南諸島の島嶼防衛を重視する方針を強めているってわけ。このため日本政府と防衛省では、南西諸島への上陸作戦を展開するとみられる中国海軍を阻止するために、陸上自衛隊において旋回用地雷など独特の装備を開発配備してきたんだ。この旋回用地雷とは正式には94式右輪地雷敷設装置のことを指していて、敵の着上陸進行が近いと判断された際に、上陸が予想される海岸線の右側に上陸部隊阻止用の地雷原を迅速に構築するために開発された装置で、防衛庁技術研究本部においては1987年度から右輪地雷の研究及び1989年度からは、敷設装置の部内研究が開始されて、日本の自衛隊独特の兵器として1994年度に正式採用されたものだね。地雷敷設装置とその装置を搭載する水陸両用車で構成されていて、地雷敷設装置を搭載する車両は、水陸両用車で陸上走行のみならず水上航走が可能で、陸上走行時は折りたたまれている。側面のフロートを水上航走時には展開して水上に出して、車体を下部に装着されているスクリュープロペラ2機を用いて最高で6ノットでの航行が可能だぜ。フロートを展開することによって荷台が確保され、そこに右輪地雷及び敷設用機器をセットして、車体後部より水上を航行しながら右輪地雷を投下することができ、投下用機場として上下2段4乗の計8乗から毎時72個の地雷を施設することができるらしい。敷設される94式右輪地雷は、地雷と呼ばれているものの、旋回に海上から巻いて敷設することから正しくは、対上陸用船艇用の機雷とされていて、これには沈底式と係留式の2種類があり、沈底式の1型は直径 0.45 メートル重量 40kg の円盤型、係留式の2型は全長 0.65 メートル重量 45kg の円柱型で、これらは30メートル以上の敷設間隔で施設され、係留式の2型は水深3メートル以深のエリアに敷設されるよ。起爆装置は振動及び磁気によって爆発する新艦で、感度や作動までの感知回数などは、事前に設定が可能であるほか、敷設後に一定時間を経過した後は無力化される仕組みになっているね。また、南西諸島に接近してくる空母艦隊を阻止するための地対艦ミサイルの開発も進められていて、中国海軍艦艇への攻撃手段の一つとして、1988年からは88式地対艦誘導弾の取得配備が開始され、この対艦巡航誘導ミサイルを運用するための部隊として、陸上自衛隊において1992年から地対艦ミサイル連隊の編成も開始されたぜ。地対艦ミサイル連隊については、連隊本部1個に4個射撃中隊を核として、連隊本部管理中隊に捜索標定レーダー装置6機レーダー中継装置12機式統制装置1機が配備され、各射撃中隊は射撃統制装置1機が配備された1個式小隊と発射機装填機が1機ずつ配備された、4個射撃小隊で編成され、地対艦ミサイル24発が配備されているな。2001年から2011年にかけては6個連隊が編成されていたものの、中期防衛力整備計画2005以降は整理縮小の対象とされ、2020年令和2年4月時点で5個が編成され、そのうちの3個は北海道第一特化弾令下に配置されたほか、
東北と九州に配備されていたんだ。東北方面特化隊、西部方面特化隊霊下。しかし、南西諸島海域への中国軍の軍事的圧力を受けて、南西諸島への配置の重要性が増し、使用するミサイルについても平成24年度から新型の12式地対艦誘導弾の取得が開始され、2022年12月16日に閣議決定された防衛力整備計画において、10年後には7個連隊を保持することが決定されたよ。そして台湾に近く尖閣諸島を管轄する石垣島に、陸上自衛隊石垣駐屯地が2023年3月に開設され、新編された八重山警備隊と宮古島駐屯地の第7校舎特化軍令課の第348校舎中隊に加えて、主力として県軍駐屯地熊本県の第5地対艦ミサイル連隊の第303地対艦ミサイル中隊が配備され、総勢約570人と車両約200両が駐屯しているな。第303地対艦ミサイル中隊は12式地対艦誘導弾が装備されたミサイル部隊であり、沖縄本島以外では奄美大島と宮古島に続いての12式地対艦誘導弾の配備となったぜ。この12式地対艦誘導弾は射程約 200km の長射程誘導ミサイルだけど、さらに射程 900km、 最終的には 1500km の12式地対艦誘導弾能力向上型の開発が、令和3年2021年度から令和7年2025年度までの期間と、394億円の費用をかけて開発が進められているんだって。防衛省では2024年3月末に、沖縄県うるま市の勝連分屯地に第7地対艦ミサイル連隊を新編し、これまで南西諸島を管轄していた第5地対艦ミサイル連隊に代わり、南西諸島防衛用の部隊を束ねることにして準備を進めているほか、2025年3月には大分県の湯布院駐屯地に第8地対艦ミサイル連隊を新編して、さらなる当初防衛強化を図っていくとしているみたい。沖縄本島ではこの第7地対艦ミサイル連隊の新編の他に、普天間基地の在沖縄アメリカ海兵隊を、辺野古基地に移転させる動きに対して、沖縄県知事以下の反対派が重箱の隅をつつく反対運動を展開して、工事を妨害するなどしているけど、中国の軍事的脅威からの当初防衛対策と、普天間基地周辺住民の安住のための辺野古基地移転対策は早急に必要であり、日本の国益を阻害する反対活動は慎むべきとの声が高まっているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。